皆さん毎度大きにゆずきゆかりです。はいどうも、最近の天気は雨、私の心は晴れ、いたこです。今日もこの見慣れた駅構内からのスタートですよゆかりちゃん。見慣れたっていうか仙台はここを拠点にしないとどこにも行けませんからね。今日は日曜日で始発ではないのでちょっと人は多めですね。前回の始発の反省を生かして始発から2本目の電車に乗ってとある聖地に行きます。それでも始発とほとんど変わらない時間ですけどね、やっぱり若干の眠たさはありますよ。大丈夫です、電車でたっぷり4時間は寝れるので私に任せて存分に眠ってください。お前に任せたらどこに連れて行かれるか分かったもんじゃないだろ。ちなみに今回の切符は青春18切符ではなく小さな旅ホリデーパスってやつが行きます。これは休日限定で使える切符で定額で指定区間乗り放題の切符ですね。今日はこいつを使ってガルパンの聖地巡りに行きます。またガルパンですか、こいつ前回も大洗行ってるしその前にも散々パラ大洗行ってるだろ。ゆかりちゃん大洗だけがガルパン聖地だと思ってませんか。ガルパン聖地は日本各地にあるんですよ。日本各地にはねえだろ。今日は劇場版で学園間追い出された時避難した旧校舎あったじゃないですか。そこに行きますよ。そういえばそんなのありましたね。仙台からチャリンコで行けるのかよ。調べたら駅からサイクリングロード走って行けるルートあったんでチャリで行きます。たかだか90キロ程度の距離なんで楽勝ですよ。100キロじゃなければ楽勝って考えやめろよな。あとサイクルトレインもあるんでそれにも乗ってみます。大河原の一目千本桜は早朝だけあって人も少なくて満開でいい感じですね。昼間だと死ぬほど混んでチャリで走ろうもんなら二度と出てこられないレベルなのに早朝はこんなに空いてるんですね。やっぱり何事にも早い方がいいんですよ。私とゆかりちゃんの挙式を挙げるのも早い時期の方がいいんですよ。仏滅の日にでも挙げとけよ。というわけで4時間電車に揺られて挙式の日程をじっくり話し合いました。何も聞いてねえよ。メイドインアビスは前回で読み切ったので今日は猫娘道草日記を読んでました。今日の電車は乗り換え2回あってちょっと面倒でしたね。しかも車内アナウンスで乗り換えは2倍ホームですつってたのに実際は4倍ホームでしたからね。駅構内のアナウンスで新白河行きは4番ですつって一瞬かってなりましたよ。あのまま2番ホーム向かってたら会津若松行ってましたね。会津なら会津でまあいっかって感じでしたけどね。出口向かうのにエレベーター乗ろうとしたらなんかやばい張り紙ありました。クソキツネは乗り入れ禁止ですか。残念ですがお前はここまでのようですね。さっきの電車に乗ってお帰りください。そうじゃないです、ここ駅の構内で2階ですからね。こんなところに自転車乗り入れ禁止の張り紙ってどういうことですか。要するにチャリに乗ったままこのエレベーターに乗ってくるアホがいるってことなんじゃないですかね。チャリにまたがったまま改札通るやつもいるってことなんですかね。ピットインじゃないですからサイクルトレインとして使えるようになったらそれもできるんですけどね。白河は思ったより暑いですね。昼間は暑いし夜は寒いし今の時期って服装が難しいんですよね。そういう時はとりあえず薄着にしておけばいいんです。私のおすすめはスクール水着です。寒くなったら私が温めてあげます。上着の袖まくってればいいだろう。それじゃりょうさんじゃないですか。ついでに眉毛つなげたらどうですか。お前は逆に眉毛剃り落とすぞ。とりあえず久慈川サイクリングロード向かいますけど先にオムハウス寄ります。やっぱり寄っていくんだな。まあなんか安いのあってもカメラ機材でカバンパンパンなんで買えませんけどね。ついでに白河鑑定団も寄っていこうと思ったんですけど本来の目的はガルパンの聖地に行くことですからね。オフハウスだけで勘弁しておきます。それだったらオフハウスも寄らないでまっすぐ向かえばいいだろう。ぶっちゃけロケじゃなかったらまっすぐ向かってさっさと見物して帰るんですけどね。どれだかってやつが必要になるんです。こいつの面でも取っておけばいいだろう。というわけでオフハウス着きました。白河ってオフハウスしかないのが難点ですよね。こいつの場合ガレージオフとホビーオフがあればいいだけだろ。チャリは申し訳程度にありますね。オフハウスにある三大チャリパーツって鍵と子供用ヘルメットと謎の空気入れですよね。ここもそんなもんやろなって思ったらなんか間違いなパーツありました。デュラエースとか書いてますね。デュラエースのスプロケの刃が1枚だけありましたよ。なんでこんなのがこんなところにあるんですかね。しかもこれ1枚で2200円ですからね。ここでこれ買う人いるんですかね。はやぶさのウォーターガンとかありましたけど最近の子供のおもちゃってハイテクになりましたよね。私が子供の頃はけん玉とかお手玉ぐらいしかありませんでした。お前は狐の化け物ですからね。300年くらい前の話ですか。これ背中のタンクに水を溜めて連続で打てるらしいですよ。私が子供の頃あったものは竹でできた水鉄砲ぐらいですからね。水鉄砲の中にジュース入れて遊んだりしてました。今時の子供はもっとすごいもの入れてそうですね。尿ですか。尿を入れて好きな女の子にかけて興奮してるんですか。最近の子供は進んでますね。お前だったらやりかねないな。ゆかりちゃんのプラモデルありました。エイリアンのプラモだろ。だからゆかりちゃんです。エイリアンのプラモっていろいろありますけどこれは3のエイリアンですかね。3は主人公が溶鉱炉みたいなところに落ちて死にましたよね。あれで死んだはずなのになぜか4が始まってなんじゃそりゃってなりましたよね。エイリアンは2が一番好きですけど Amazon で見れるやつって私の見たいシーンがカットされてるんですよね。ゆかりちゃんの好きなシーンって何ですか。女の子がないどこになるシーンですか。それとも女の子がぐちゃってなるシーンですか。どっち系ですか。どっちでもねえよ。パンコレのごちゃっと入ったやつが800円とかありました。個人的にはこのラバストとかキャンバスグラフィックスとかブランケットいらないので、その辺のおフィギュアと交換してほしいですね。全部いらねえってことじゃねえか。それかとただのフィギュアのセットになるだろ。チアガールのコスプレありました。ここって地味にこういうのありますよね。誰が売ってるんでしょうね。これどうですか？どうですかじゃねえよ、いらねえよ。さっきのチアガールを買って再開です。いや、あんなの買ってないからな。ここからスタート地点の藤川サイクリングロードまではだいたい20キロぐらいなので、一生懸命走れば1時間ぐらいで多分つけると思います。20キロ走ってまたスタート地点ってのもちょっとしんどいですね。1キロ走れば1キロ体重落ちると思えば走るのも楽しくなりませんか？そんな楽に体重落ちれば誰も苦労しねえよ。実際100キロ走っても体重ってそんなに落ちないだろう。ダイエットってすればするほどなぜか増えますよね、ゆかりちゃんの場合。私だけじゃねえだろ。途中見どころもありませんからね。20キロ必死こいて走るしかないです。白川駅のレンタサイクル乗った人が走ってました。そういえばさっき駅前にレンタサイクル借りられるところありましたね。わざわざレンタサイクル借りて走ってるってことは、実はこの辺って何か見どころでもあるんですかね。逆風と上り坂で大変そうでしたね。ちょっと面白そうな店見えてきました。野菜果物のやっちゃばとか書いてますね。ただの産直じゃないですかね。自転車乗りならやっちゃば釣ったら思い当たる節が1つや2つあるんじゃないですか。ゆかりちゃんはダメですね。アンポンなんですね。バカ野郎にバカって言われるとムカつきますね。やっちゃば釣ったらやっちゃばフェスがあるじゃないですか。自転車野郎が1号に会する即売会ですよ。そういや、そんなのありましたね。看板見るまで忘れてました。あのイベントって去年に行きましたけど、今年もあるんですかね。どうやらやるみたいですね。6月8日開催とか書いてますよ。今年はゆかりちゃん行くんですか？とりあえず行く予定はないですけど、まだわからないですね。3月に東京行き過ぎたんで、しばらく家感あるんですよね。ラーメン屋の前にすごい人だかりできてました。人気のあるラーメン屋なんですかね。あれ見て思い出しましたけど、お腹空きましたね。まあこの日朝飯にカップ麺しか食ってませんからね。どっかで食わないと最後まで持たないだろって感じはありますね。問題はどこで何を食べるかです。こいつ飯の値段だけはえらいケチりますからね。15キロぐらいえっちらおっちら走って湧き水ありました。これ湧き水って言えるんですかね。なんか汚そうに言えるんですけど、蛇口から出てない水は全部湧き水なんです。じゃあお前飲んでみろよ。お前なら多少ヤバくても死にはしないだろ。落ちてるものを拾って食べるなってゆかりちゃん言ってたじゃないですか。湧き水の次はヘビ落ちてました。死んだヘビならたまに見かけますけど、元気に生きてますね。息がいいならこれなら拾って食べてもいいですか？お前ヘビ食うのかよ。ゆかりちゃんに食べてもらいます。お前が食えよ。道路が濡れてると徐行して走るって自転車あるあるですよね。たまに跳ね返りがあるかないかのギリギリを攻めて悲惨な目に遭います。ギリギリ攻めないで普通に徐行して走れよ。なんかギリギリを攻めたくなるんです。本能なんです。お前は煩悩だろ。20キロ走ってようやくスタート地点に着きました。急に藤川サイクリングロードって出てきたな。ここは休憩所とかトイレとかそういうのはないですね。急に入り口ボンと出てきました。ここを延々と走ればガルパンの聖地に到着ですよ。楽勝ですね。まあアップダウンがなければ楽ではありますね。何はともあれ記念撮影です。スマホの画面を GoPro で撮るって斬新じゃないですか？斬新でもねえし、真っ暗で何も見えねえだろ。というわけで楽しい久慈川サイクリングロードスタートです。走って感じはいい感じですね。破線もしっかり引いてますし、舗装も綺麗です。たまにサイクリングコースって名ばかりで、ただここを走れってルート設定されてるところもありますからね。室町時代から続くアスファルトかってぐらいボロボロのところもありますね。ここは序盤ですけど快適に走れる当たりコースだなって思いながら走ってました。あとは定期的に休憩所あればいいんですけどね。 S 字クランクですよ、 S 字クランク。ここでゆかりちゃんの華麗なインメルマンターンの見せどころですよ。お前やめろよな。前にそれやってこけただろ。あれはこのおっさんの技量がなかったからです。ゆかりちゃんならできるはずなんでやってください。やってくれなかったら私はゆかりちゃんに何をするか分かりません。常に何やらかしてくるか分からねえだろ。そういえば久慈川って鮎が釣れるぐらい水がきれいらしいですけど、どうですか？確かに川の透明感はありましたね。結構浅そうに見えますけど、深さってどのぐらいあるんでしょうね。こう見えて意外と深いんじゃないですか？龍泉洞みたいな水深30メートルとか50メートルとか。昨年と死人出まくるだろ。よくよく見るとそこの方に死体沈んでませんか？沈んでたらサイクリングどころじゃねえだろ。休憩所はちゃんとありました。チャリンコロードだけあってサイクルラックはありますけど、トイレはなさそうですね。その辺に垂れ流せってことなんじゃないですか？隣にちょうど天然の水洗便所があるじゃないですか。鮎釣れる川でやれってかお前。この久慈川サイクリングロードって全行程はこんなじっくりと走れるコースあるんですね。今日は醍醐町ってところまでしか行きませんけど、本来は山の中に入っていくルートなんですね。75キロで獲得標高が1000メートル超えですか。普通にヒルクライムですね。地味に見どころもありそうですし、今度はこのルートをじっくり走ってもいいかもしれませんね。そうですか？私は獲得標高100メートル超えるとうんざりですよ。100メートルでうんざりってどこも走れないだろう。私たち以外のチャリンカー発見しました。今日ってこんなに天気いいのに走ってる人ほとんどいませんでしたよね。時期的にまだ早いんじゃないですかね。この景色だと初夏とか初秋の時期が一番いいような気がします。気温だけは真夏って感じなんですけどね、やったら暑いです。ちなみにこの日は4月14日ですけど、本当は7日に行くか迷ったんですよね。迷った挙句7日は桜がまだ少し早いだろうってことで今日にしたんですけど、この日にして正解でしたね。大河原の桜もそうでしたけど、満開でほどほどに花びらが舞っていい感じですね。ゆかりちゃんの花びらですか？お前はそういうセクハラやめろよな。わざわざ醍醐町役場に桜の開花どうすかって聞いた回がありましたね。聞いた時点ではまだ7分咲きぐらいで7日に満開になるんじゃないかって言ってましたけど、大河原の桜が7日の時点でまだ満開じゃなかったんで見送りました。結果的には正解でしたね。さすが私です。お前は何もしてねえだろ。というわけで、さすがに朝食にカップ麺だけでは限界なので、ここの道の駅で何か食べます。なんやかんや30キロくらい何も食わないで来ましたね。レストランはちょっと微妙だったので気軽に食えそうなカレーパンにしました。値段はそうでもなかったんですけど、どえらい人で時間かかりそうだったんでやめました。弁当もあったんで弁当でもよかったんですけど、なぜかカレーパンです。味はまあ普通ですね。桜のトンネルですよ、いいですね。雰囲気的に大河原とあんま変わりませんけど、人の多さは1000倍ぐらい違いますね。20年ぐらい前の大河原と雰囲気が似てるんで、あと何年かしたら人でごった返すようになるんですかね。ちょうど出店とか屋台出せそうな河川敷もありますからね。私がプロデュースしたら今の200倍儲けさせてあげますのにもったいないです。お前が言うと途端にうさんくさくなるな。あまりにも見るものがないんでちょっと寄り道していきます。こっちの方に何でもでかい桜の木があるみたいです。樹齢600年超えてるらしいんで、お前より年上ですね。ただ江戸彼岸桜って書いてたんで、多分もう散っちゃってると思うんですよね。江戸彼岸って咲くのが一番早くて散るのも早いですからね。ゆかりちゃんの花散っちゃったんですか？セクハラやめろつってんだろ。お前の命をここで散らせてやろうか。あれがその600年の桜とやらですけど、やっぱり散っちゃってますね。あの桜の最後の花びらが散った時、お前の命も醜く散らすんですね。ゆかりちゃんがなぜかツンツンしてますけど、桜って600年も持つもんなんですね。本当に600年分の年輪があるのか、ちょっと枝の一本でもへし折って確かめてみましょうか。お前の首をへし折るぞ。折ろうとしたら怒られたので諦めました。諦めたじゃねえよ、当たり前だろ。醍醐町の役場に聞いた時はこの桜が7日に満開って言ってたんですけど、このスケール見ると7日でも良かったなって感じしましたよね。8割散ってますけど、動画より生で見た方が迫力ありますね。やっぱり生ですよ、生。ゆかりちゃん生ですよね。ちょいちょいセクハラ挟めるんだな。あそこに置いてあるプルシカ号のサイズがあれで、桜があれですからね。特大サイズです。ちなみに久慈川サイクリングロードって8割ぐらいがこんな感じの風景なんで、ぶっちゃけ飽きてきます。身も蓋もねえこと言うなよ。景色がいいって言えよ。景色がいいって言い換えれば何もねえってことですからね。田んぼが多いんでやっぱり秋口がいいんじゃないですかね。あとトイレとか休憩所はありますけど、飲み物買えるところが少ないんで水は大量に持ってきた方がいいですね。私は1リットル入るボトル2本買いました。真夏だと4リットル飲んでも足りませんけどね。本来のルートはここを左に曲がりますけど、醍醐町に向かうんでここはまっすぐ行きます。ここをまっすぐ行けば休憩所とトイレがあって、そこが一応ゴールになってました。ハーフマラソンみたいなもんですね。さっきから暑い暑い言ってますけど、今日の気温何気に27度ありましたよね。あの温度計見た時びっくりしましたよね。もうほぼ真夏みたいな気温ですよ。2リットル飲み切って途中適当なコンビニ寄ったんですけど、ここ割とすごかったですよね。全くノーマークだったんですけど、なぜかガルパンの上りとか洗車的な置物とかありましたからね。ちょっと変わったコンビニぐらいにしか思ってなかったんですけど、中入ったらすごかったです。やたらとミリタリーのプラモとかガルパン推しでしたね。コンビニがメインなのか展示がメインなのかわからなくなりそうですね。ガルパン聖地に向かう途中にこんな謎ショップに巡り合えるなんてラッキーですね。好きな人ってこういうのすごいこだわりますよね。こんだけの量作るのに何年かかるんですかね。ついでに言うと、ここってラーメン屋もやってるみたいです。メインはコンビニなのか展示なのかラーメンなのか謎ですね。こち亀でこういうコンビニ出てきそうですね。謎ですけど、ラーメンの方は店主が体調不良で休業中でした。ラーメン屋は休業中でコンビニは営業中って、同じ人が運営してるわけではないんですかね。何もかもが謎です。ガルパンっぽい謎グッズも売ってました。どっかで見たことあるようなデザインですね。こんなところで飲み物以外買う予定なかったんですけど、このぐらいなら買ってもいいですね。というわけで流れでガルパン聖地着きました。着きましたけど門が閉まってますね。これ最初休業してるのかと思って焦りましたよね。まさしく門前払いですね。左側に入り口あって、そこから入っていけました。一応ここにサイクルラックありますけど、門の目の前にサイクルラック置くなら入り口開けといてくれって感じでしたね。こういうサイクルラックって観光地に置いてあるのよく見ますけど、基本的に自転車置いてあるのは見たことないですよね。貸し切りっちゃ貸し切りなんでいいんですけどね。結構いい感じじゃないですか。旧校舎って書いてましたけど、一応平成13年までは使われてたみたいです。開港が明治12年なんで120年ぐらい使われてたんですね。木造でもちゃんと手入れすれば120年も持つんですね。ゆかりちゃんもちゃんとお肌の手入れしないとすぐに傷みますよ。ストレスが一番の原因ってお前分かってるか？ここって無料で見られるのがいいですよね。無料ですよ、無料。無料ですけど、受付で名前と住所書きましたね。この時宮城県仙台市って書いたら、受付のおばちゃんが私の息子も仙台に住んでるとか言ってましたね。地元に帰ってくるのに遠いって話してるって言ってましたけど、わし今日日帰りなんだよなって思ってましたよね。子供が書いた作文みたいなのありましたけど、ガキンチョのくせに文字綺麗だなって思いましたね。このおっさんがさっき書いた名前とかちゃんと解読できるか謎ですね。校舎から見えるこの桜の景色とかいいですね。アニメの卒業式のシーンでこういうの見たことありますよ。校舎の中から見るとまた違った雰囲気ありますね。伝説の桜の木の下で私は待ってます。ゆかりちゃんは早く来てください。一生待ち続けてればいいんじゃないですかね。すごい勢いで桜散ってますけど、この日逃してたらもう丸坊主の桜だったでしょうね。ちなみに職員室は立ち入り禁止になってました。職員室立ち入り禁止はちょっと想定外でしたね。会長たちがここで常時過ごしてましたし、風紀委員が3人揃って放送室で寝てるシーンってこの中ですからね。放送室の映像を撮りながらここで風紀委員3人が仲良くなってたんですよってしたかったです。立ち入り禁止の張り紙破って強行突破という手段もありますがどうですか？どうですかじゃねえよ、そもそも出禁になるだろ。過去の写真見てみると普通に放送室の写真とかあるんで、今回たまたまなのか途中から立ち入り禁止になったんですかね。教室の中はこんな感じです。教室のデザインって今も昔もあんまり変わりないですよね。まあ教壇があって黒板があって机があって、変えようと思っても変えようがないですからね。ただ黒板の色は緑色ですね。黒板がガチの黒色のやつってあんまり見たことないですよね。一応平成まで使われてた学校ですからね。ところどころ回収してんなって感じもありますからね。この別校舎に向かう階段とかガルパンでこのシーンありましたね。サンダースが戦車届けてくれた時バレーチームが走ってましたね。廊下は走っちゃいけないんですよ。昔廊下で鬼ごっこして線香とぶつかって怒られてたのはお前だろ。自慢じゃありませんが、それでもやめない問題児だったので逆に問題ないです。またこいつかで済まされてたんで諦められてたんでしょうね。上がったところに講堂があって、校長の無駄に長いどうでもいい話がフラッシュバックします。嫌な言い方するなよ。否定はしませんけど。でしょ。ガルパンのシーンでは非常招集かけてここに全員集合してましたね。ももちゃんが会長に抱きついて泣きながら試合の話をしてましたね。今からあなたたちにはちょっと殺し合いをしてもらいますって話ですか？ガルパンだっつってんだろ。ビートたけし出てくんなよ。っていうかそれわかるやつ今時いるのかよ。ゆかりちゃんを殺すのは私です。うるせえぞ、私がお前を殺して終わりだ。ちなみにこの学校ってガルパン以外にいろんなドラマとかで使われてるみたいです。このピアノもドラマで使うやつなのか、調律済みで触るなって書いてますね。触るなって言われると触りたくなりません。触るなつってんだろ。ここってドラマのレンタルでレンタル料もらってるから、私たちパンピー軍団はタダで見学できるって言ってましたね。まあそれでもこれだけ見れるなら数百円ぐらい取ってもいいような気もしますけどね。最後に校舎の周りブラブラして次行きます。ガルパンだと風紀委員がうさぎ小屋みたいなところでキュウリ食ってましたけど、さすがに小屋はなかったですね。他になんかないか見ましたけど、外はそんなに面白いものはありませんでした。金次郎の像はありましたけど、提灯あんこうの提灯は頭になかったです。次いくつってもサイクルトレイン乗って帰るだけなんですけどね。一応この後温泉娘の大極レハにも行ったんですけど、編集がめんどくさくなったんで終わりにします。この後の予定はホリデーパスのフリーエリア付近までサイクルトレイン乗って、自転車で駅まで走って輪行して帰る予定です。なんかめちゃくちゃな工程だな。というわけで袋田駅ってところまで来ました。来ましたけど案の定誰もいませんね。客もいなければ駅員すらいませんからね。無人駅です。やりたい放題です。一応サイクルラックありますけど、これ何に使うんですかね。特に何事もなく電車に乗れました。サイクルトレインって何度か乗ったことありますけど、やっぱりこれすごい便利なんですよね。梱包することも組み立てすることもしないで済みますからね。めっちゃ楽です。今回乗ってるサイクルトレインは水軍線ってやつで、上菅谷駅から岩木石川駅まで自由に乗り降りできます。今年の3月から始まったサイクルトレインなんで出来たてトレインですね。登録制で休日限定ってのがちょっと難点ですけどね。余談ですけどお手製のチューブフックがあると便利です。1時間ぐらい乗りますけど、ずっと出て持っておくとか疲れますからね。というわけで今回の動画はここまでです。サイクルトレインは他にも運行してるところあるので、利用していろいろ行ってみたいですね。サイクルトレインではないですけど、仙台から新潟の飛行機も運行再開したらしいですね。しかも片道9000円で50分で到着ですからね。めちゃくちゃ安いし早いですよ。そのうち飛行機で新潟も行きたいですね。ちなみに今回走ったり乗ったりしたルートは前回同様概要欄にリンク貼っといたので、私たちの軌跡を追いかけたい人は見てみるといいです。